2010年の阪神タイガースでは2010年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、真由美や信監督の2年目のシーズンである。打線は、ジョージ・マケンジを、古巣ソフトバンクとの争いで獲得し、新外国人として、マット・マートンを獲得したが、前年末に通算打率29、295、381盗塁を記録した。 赤星のりひろが首の怪我のため33歳の若さで引退、藤本厚志や今岡誠という2003、2005年の優勝を支えた主力が退団し、開幕前には金本智明がオープン戦の練習前に若手選手と激突して負傷するなどして不安が残った。開幕前に負傷した金本のフルイニング出場は19試合目のスタメン落ちで途切れた。 金本がスタメンを外れ、代打での出場が多くなるも、打線は、新加入の城島や荒井高弘、鳥谷隆、平野圭一、クレイグ・ブラゼルら主力選手が好調で、鳥谷、荒井、ブラゼルのクリーンアップは100打点を記録するなど、第4次、ダイナマイト打線を形成。さらに、マートンがアンダ数を増産して、1994年の、 一郎が記録した年間安打210を超えて214の日本記録を作り打率349を記録チーム打率290の高打率の原動力となる。チーム安打数は2003年の大英が作った1461本に次ぐ1458本のセリーグ新記録を樹立し、 チーム本塁打も173本で1986年に130試合制で184本打って以来の高い数値を残した。投手陣も、久保安とも、ジェイソン・スタンリッチの先発陣や藤川球児ら、リリーフ陣が好調で、9月には一時マジックが転倒するなど、シーズン終盤まで中日、巨人と優勝争いをした。しかし、ノー 岩田ミノルラの怪我離脱などによる先発陣の駒不足が響き、最終的に2位でレギュラーシーズンを終えた。クライマックスシリーズも第1ステージで巨人2に連敗を喫し、シーズンを終えた。日本生命セパ交流戦本説では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、対談の挙手は、スポーツ関係または、 芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。色付けは規定等級回数以上の選手。ありがとうございます。